かまいたちのこと語ってくださいってどういうことだよ。昨日もあったよ、かまいたちの二人には。最近よく会うな、楽屋とかでな。うん。植てよかったなあ、あいつら。お、んと。俺、濱家と最初に会ったのはさ、6年前かな。6年前ぐらいの、じゃあな、4年前か。4年前の正月だな。5年前だ。5年前の正月にさ、俺がさ、 関西に一人旅行ったんだよ、ドライブでブーンっつって。ほんで、大晦日に京都の泊まって、京都のとホテル泊まってさ、二条城の前のホテル。ほんで、あのー、次の日、初詣しようっつって、に、なんだ、あの、ほら、あそこよ。なんだっけ、五重の塔のとこ。なんだっけ、洛南高校のとこ。もう、あそこに、当時か。当時だっけ、の、当時か、なんかでさ、俺を、 お参り行って、で、そのまんま大阪に、雪降る中、大阪にドライブして、こう、うって行ってさ、うん。ほんで、今日大阪で誰か新年会やろうぜつ,つ、ついたんだよ。うん。そしたらさ、江原から連絡あって、僕行きたいです、つって。うん。もうじゃあ行こうぜ、つって。で、その後、学天則の奥田から連絡あって、僕だ、僕も行かしてもらってよろ,よろしいでしょうかみたいな感じ来て、いいよ、つ,つって、おいで、つって、 来て、ほんで、その後、濱家から連絡来て、僕も行っていいですかっつって来て、んで4人でお好み焼き食ったんだよな。大阪の震災橋の初瀬っていうお好み焼き屋さんでな。でそっから仲良くしてんだ、みんな。浜家まだその時さ、そこまで今ほど全然売れてなくてさ、でも大阪で実力派っていう感じになってたんだけど、こうやって売れて、ほんと毎日テレビ出てんじゃんえ、でしょっちゅう会うんだよ、曲で。 嬉しそうに仕事してるよ、山、山内も、浜家も。楽しいだろうな、今な。うん、ゴールデンとかの番組いっぱいやってさ。深夜番組で面白いことばっかやって楽しいだろうな、あいつら。羨ましいわ、俺もでも正直あったな。頑張れよな、あいつら。勝ちたかったら登録しとけ。